そうそうそう。あの、スポーツノートビルド、後ろに映る時あるでしょ。あの、ビルドさんがですね、新機能、なんかこう、AI コーチみたいな。せあのスポーツノートって選手が今日これしましたとかこう取り組んでますみたいなのを書いて、それが監督に共有されてるんですよ、僕とかコーチに。そこに AI が、いや、その目標設定だとこうこうこうですみたいな。それみんなにね、送ってくれるのよ。で、ね、例えば、えー、この実際にね、 ポストしたやつで言うと、あのー、今週の週ゴール設定みたいなやつで、えー、試合に備えて練習でアピールする1原則通りのプレーみたいなの書いてる選手に、えー、原則通りのプレーは具体性に欠けますがビハインドクロスを入れるマークの明確化は具体的なコートですもう少し詳細にどのような状況でビハインドクロスを入れるかどのようにマークを明確にするかを定めるといいでしょうみたいなめちゃくちゃいいフィードバックしてくれるのよこれちょっとびっくりしたこれをいろんな選手にね あの各選手にその選手に合ったというかその選手の振り返りに合わせたやつを AI っぽくないんだよ本当に俺最初笠原んがさアカウント AI コーチっていうのを作ってやってんのかと思ったんだよね。 プレスバックをしっかりするみたいなプレスバックとセカンドボールへの反応を速くするっていう集合オールセットにプレスバックとセカンドボールの反応を速くすると目標は具体的な行動になってますがどのようにしてそれを測定するかが明確ではありません、えー、反応速度はトレーニングによって改善可能ですが1週間という短期間での顕著な進歩を期待するのは難しいかもしれません継続的な努力が必要ですみたいなこれさ何が言ってさいちいち監督が言うと「うわ細かいな」とかそこまで言うのかみたいに思われそうな部分も AI が 感情抜きにやってくれてるから、むしろいけるっていう。そう。すごい,い,いと思いましたね。やっぱ、フィードバックも毎回できるわけじゃないし、僕もできるだけいろんな選手がやるようにしてるんだけど、すごいですよ、本当に。だから、あの、概要欄に、えー、ビルドさんのやつ、まあ、前から貼ってあるんですけど、本当にあの、チームに取り入れるのをマジでお勧すすめしますね。そうある程度ね、こう、ディープランニング的なのして、 ね、このビッグデータからのそのコーチングの精度向上みたいやってるんだろうけど本当にビルドすごいと思いましたねマジでおすすめですだから僕とかある程度ね言語化しながらコーチングねやってる人ですけれどもどの監督もみんなそれね得意なわけじゃないのもねこういうのがあるといいですよね AI コーチ側は逆に用語を学ばせて学習させていくのでこれからどんどん進化していくからコーチも AI に奪われていくのか だからそこ結構分業できてありがたいですね。実際にさ、こう選手と直接会いながら話したいことと,、えー、っとテキストで伝わるものとかそこもね、分けて考えなきゃいけないですよ。だからこれは AI コーチが言ってくれるからとか。そうだって AI コーチがね、選手焼肉に連れていけないですからね。やっぱ心でつながってこそみたいな笑い話をできる間柄だからこそシリアスな話したときに伝わるっていうのがあるじゃん。 そうだけどすごいなんか,だから心地い味方できた感じっすよね審判も誤審しないように VAR に助けてもらってるみたいなイメージ僕が毎回適切にねこの細かくここをちゃんと1週間でここまでしかできないから言語化してここまでやるにしょうみたいな全部は言えないからさすがにマジで僕がなんならちょっと苦手なところを AI コーチやってくれてる部分もありますねここっからあれがもっと良くなってくっていうのはすごい楽しみですね そう、コミットメント高いの重要なのよ。あのね、ちゃんと戦える選手大事にしてると、そうじゃない選手が、チームの基準示されるから、そういう選手をね、お手本にするようになるっていうかね。戦えない選手大事にしてるとさ、あのチームとかあのチームみたいになっちゃうからね。DX 化進めていき、デジタル領域をうまく取り入れていくことが、これからのサッカークラブでは重要ですから。なんかタク,かタクシーの CM みたいな <laughs> タクシーの,あの後部座席座った時、ここの。 俺車酔いやすいからできるだけ消すやつでいい。サッカーコーチも DX かみたいな <laughs>、ねあ。もう各選手へのフィードバックが大変みたいな。<laughs> そんな時は AI コーチみたいな。ビルドを取り入れると各選手へのフィードバックがこんなにスムーズに。<laughs> 完全にそういう CM っぽかった。いやでもマジで本当におすすめだからね。藤原達也でって。スカイ株式会社。みたいな。<laughs> そう、スカイ株式会社。 そして、そして、なんと、じゃじゃん新しいスポンサーさん、ついていただきました。ロゴさんとパトスさんです。概要欄にも載っていますけど、はい,いや、ありがたいですね。こういった企業の方、最近はね、あのスポンサーさんも、えー、増えてきていて、そこも嬉しいんですけど、はい、あの、2019年に設立されたブティックコンサルティングファームです。報酬は大手コンサルと遜色なく、未経験の方も歓迎してますと。なんで、コンサルやってますって、すごいかっこいいですけど、ぜひともね。 この、レオザフットボール TV からね、下の概要欄からクリックしてロス、ロゴさんとパトスさんの採用ページの方に行ってみてください。いや、ほんとありがとうございます。ロゴス、これがね、ロジックロンリーの方ですよね、ロゴス。ね。で、パトスは情熱ですから。ロンリー性と情熱みたいなこと、もう手話語ですよね、これ。うん。これでやってますんで。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、嬉しいです。ありがとうございます。 なんでこういった方々の応援があって、選手たちにねいい環境を用意できて、プロ契約なんかもできるんで、なんぜひともね、シェアアムに入りたいよという選手、今のうちですねで、ぜひとも、今期か新しいスポンサー、ついさんとロゴスパトさんついていただいてね、いや、本当にありがたいです。昨日からね、株式会社メディケア競争キバーさんもついていただいて、いや、ありがたいことに、今日もね、スポンサーの申し込みあってね、スポンサーさんと話して、まあ、 ね、予定通りその契約締結に行けばいいんですけどそうするとねもう目標額にも行くかもみたいな感じになっててねで僕もあの自分で去年ねシュアボに投資したという投資というかまあみんながいいサッカー見せてくれるっていうのでいうと選手たちがいいサッカー見せてくれっていうのがね配当だとしたら投資って言葉だったんですけどまあ支援的な、まあ、僕とシュアボの関係でねオーナーですけど具体的には業務委託契約のタレントであり株主みたいなことですからね で僕がね、週休額の印税以上寄付してたんで、ってなるとなんか、スポンサーお願いしますも間違ってないんだけど、一緒にスポンサーやありませんかに近いですね、シュアボ東京に関しては。なんで、僕と一緒にシュアボにお金出しましょう。<laughs> お金ください、強いチームするんで、よろしくお願いします。現状、僕がね、あのシュアボのメインスポンサーになりますんで、ぜひともよろしくお願いします。メインスポンサーから引きずり下ろしてください。 あーく全く先まで話と関係ないのですが、えー、マニクの切り抜きでコンテとモイリーの共通点で戦術、遂行力と情熱と言ってて日本代表なら戦術ない中で一人一人が二度追い、三度追いする選手のいるのでとても今の日本代表に合う感じがするのですがまずありえないことですがコンテ、モイリーのどっちかが来た場合のサッカーとフロントで起きそうないい点を歩いて教えてください、妄想で構いません。えー、お金がななくて雇えないですね、はい <laughs> 一言で終わったけどお金がなくて雇えない、えー、来た場合に、えー、とハリルみたいな感じになる可能性がある上と揉める下と揉めるっていうそうお金次第ですよそれはそうですよあのスポーツビジネスというかそういうね競技系のサッカーでちゃんとお金絡んでくるってなるといつも言うけどね ペップがずっとあのチャンピオンズリーグ取れなかったけど取れた時にはメッシーがいてダニア・ウベスを獲得できた年っていう前の年までのオレゲルだったりザンブロッタではあの勝てなかったからだしそういう選手がお金なかったら放出されちゃうじゃん雇いきれないから,だから僕らもねずっとそのカテゴリーで楽しくやるだけだったらお金集めないんですけど J リーグ行くからお金集めるっていう。 皆さんにお願いいしますっていう、まあ、どのクラブもやってるけど結構そこってねお金お金言うとなんか泣える人とかそこのね真実から目を背けたい人もいるからできるだけねそういうところは隠しながらやってるみたいな感じですよね私レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから JD が排出を目指す僕らとしては、ステップアップも大関係です。概要欄の URL らのご応募お待ちしております。